皆さんこんにちは。スマシ TV です。滝沢秀明氏が代表取締役を務める芸能事務所 2B が、三宅健さん、北山宏光さん、ナンバーアイの平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんら全所属タレントが揃った初の取材会を行いました。全タレントで出演する初のコンサートとなる東京ドーム公演 2HEROES 2B ファーストスーパーライブに向けての意気込みなどを語り合っていました。また滝沢氏は古巣の旧ジャニーズ事務所について初めて言及していましたね。全タレント13人がずらりと並ぶと自然と引き締まった空気感が漂っていました。 2B 一丸となって挑む初ライブの開催地は、各メンバーが全事務所所属時代にも立った聖地東京ドーム。4日間で計22万人の動員を見込んでいるという話です。所属タレント最年長で滝沢氏との付き合いも長い三宅さんは、滝沢派手なの好きだなーってとにっこりです。やっぱり 2B として一発目のコンサートになるから、そこは彼としてはガツンと全員で盛大にやりたかった、そういう感じだと思いますねと話していました。神宮寺さんも、特別な場所だからこそ難しい、たくさんのお客さんがいる中で一番奥の席の方にも楽しかったって帰ってもらいたいと口にしていました。神宮寺さんらしいファン思いのコメントで思わずにっこりしてしまいますね。ライブの演出や具体的な内容についてはまだ明らかにされていません。見どころを聞かれた岸さんは、もう全部見てほしい、今は企業秘密なのでちょっとそんなに言えないと面白おかしく濁し、でもドームなのでそこはめでたく、肌荒れとかはしっかり気をつけたいと独特な発言で場の空気を和ませました。岸さん節はここでも炸裂していますね。三宅さんは滝沢氏のことを、スピード感があってすごく今の時代に合っている人と絶賛し、平野さんは、滝沢くんはすごく器が大きくて男気のある方、僕たちが本当にやりたいことを言って具現化させてくれる、より研ぎ澄まされたものをやれているような感じがしますと充実ぶりを覗かせていました。平野さんのコメント自体がなんだかどんどん研ぎ澄まされていってる感じがしますよね。いきなりの大規模ライブについても、ファンの皆さんに会うことができる場ができたというのがすごく嬉しいと喜びをあらわにしていました。やっぱりライブがいかに素敵な、お互いの意思を確かめ合える場所かというのが分かっているので、とファンとの再会を心待ちにしています。それぞれの覚悟を胸に新たな夢へと大きく踏み出す特別なライブになるのでしょうか。またナンバーアイのデビュー曲のリリースが2024年の元日、つまり1月1日の0時に配信されるという計画があると報道があります。曲調はアップテンポなダンスナンバーで、平野さんを筆頭に3人のセンスあふれるダンスと歌声が再び届けられることになると聞いています。同時に PV も配信されるようで、元日の朝から賑やかになりそうですね。2024年の幕開けをナンバーアイを感じながらスタートできるのが待ち遠しくて仕方ありませんね。そして最近さらにナンバーアイファンを震撼させる報道がありましたね。12月19日発売の週刊女性で、神宮寺さんが来年4月クールのドラマにキャスティングされているとの情報が、ドラマの詳細についてはあまり明かされていませんが、この報道にファンから、本当だったら嬉しすぎる、楽しみだけどどうかラブシーンだけはやめて、神宮寺くんの演技の才能が見つかってしまうと期待や喜びの声が相次いでいます。これはかなり嬉しいニュースですね。 2B のアーティスト枠からドラマ出演の情報が解禁したのは初めてのことですよね。ナンバーアイの凄まじい躍進に嬉しく思います。さらに元旦に出されるナンバーアイの新曲が神宮寺さんのドラマの主題歌になんてことももしかしたらありえそうですよね。また3人で新たな夢に向かって歩く中、平野さんにはさらにその先のプランもあるという話です。来年1月に平野さんのソロ曲も配信するようです。女性セブンはすでに7月に平野さんがソロ曲を収録済みであると報じています。
高いダンスの技術を生かしたダンスナンバーのようです。3人で曲を出した後、ソロの新曲もデジタルで配信するのではないでしょうか。旧ジャニーズを辞めてからも根強い人気を誇る平野さん、そんな彼がグループ曲とソロ曲を配信して世界デビューすれば大きな話題になると予想されますよね。そんな中、芸能プロ関係者は中国でも大きな反響を呼ぶのではないかと見ています。11月30日、平野さんは香港で行われたルイ・ヴィトンのイベントに参加しました。その直後、中国の SNS ウェイボーでは彼の名前がトレンド入りしたんです。ウェイボーは1日のアクティブユーザー数が2億人を超える巨大市場。中国でもこれだけ多くの人が平野さんに関心を持っているということです。デジタルで楽曲を配信すれば中国でも大きな話題になるでしょう。世界で活躍するという彼らの夢が実現する第一歩です。滝沢氏は 2B が東京ドームのステージに集まる意義については、日本のアーティストの聖地というか、日本の最高峰の会場からスタートして、それぞれが来年から新たに個々で活動していく、スタートをまずみんなで切るというのが目標とし、それぞれの単独ツアーを開催しつつ、こういった全員参加のいわゆるフェス的なことも毎年できたらいいなと思っていますと構想を明かしています。 2B 立ち上げとともに始めたオーディションから、すでに小学生や中学生の練習生が約20人選抜されているといい、今回の公演でステージに立てるように一生懸命レッスンをしているということもリップサービスしていました。また古巣の旧ジャニーズ事務所が創業者ジャニー喜多川元社長の性加害問題を受けてスマイルアップに改名し、被害者への補償を続けるとともに、タレントが新たに所属する新会社スタートエンターテイメントを設立したことについて考えを聞かれると、僕がコメントをすることが正しいのか間違ってるのかわからないですけどもと前置きした上で、この件について初めて言及しました。スマイルアップの皆さんもこれから新たなスタートを切るタイミングでもあると思うし、僕もやっぱり過去のタレントさんはすごく大事、今もその気持ちは変わってないので、とにかく見守りたいなっていうところですかね。古巣を敵対視するつもりは毛頭なく、むしろタレント同士は今でも仲が良いことはよく知っています。 2B メンバーとの共演についても全然ありだと思いますときっぱり言い切りました。滝沢氏は今後も所属タレントとファンに幸せな時間を届けることでしょう。今後の彼らに期待ですね。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。